はい、皆さんこんにちは。こんにちは。嵐吉見やり店の北川と木村と藤山です。よろしくお願いします。さあ、今ね、ちょっとこう久しぶりに、まあ、かじもちゃんも来てくれて、で、まあ、こう3人で喋ってたんですけど、ちょっと聞き捨てならないことを聞いてしまいまして、なんか木村ちゃんは笑うなって言われたら絶対笑わないうっそ、いや、これほんまかなと思って、ほんまなん、ゲラなんですけど、うん、笑うなって言われたら、多分なんか YouTuber の方とかでも、みんな口に含んで、はい、話したら負けとかあるじゃん。あんなん、わざと入ってると思うんだよ、私は。いやー、そうなんかな。絶対嘘やと思ってて。いやいや、でね、まぁ、あ、ちょっと、木村ちゃんこう言うんで、ちょっと僕の得意の、面白3文字で、いや、あんねん、俺のな、こう3つを3文字でこう面白い感じの単語を言って笑うかっていうのをちょっと試してみたいなと思って、まあこれあの木村ちゃんのその笑わないっていうそのねできるのも見たけど、僕の面白3文字の威力もまあどれぐらいのものなのかあんま試す機会がなかったから、ちょっとこれを機にそう試してみようかなと思ってます。じゃあ、で、カズマちゃんも一応ちょっとやってみてた、笑わないっていうの。あ、わかりました。じゃあ一応やってみます。そう。で、木村ちゃんだけ、うちだけが無理だった本当に。で、木村ちゃんだけ水を含んでもらいます。絶対笑わないって言ったもんな。ね、もう絶対笑わないって言ったもんね。はい、ほんま余裕やで。ほんまかいな。で、しかもこれマスクをつけてるから、笑ったらそのまま流れ落ちてくるからな、ここに。おぉ、それでもいけると。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、じゃあ軽めのやつから行こうかな。北川敦の面白3文字トグロ。おぉ、 OK。 北川敦の面白3文字メンマ。ちょっと笑ったんでしょ。もう多分で、レベル2でカジマちゃんを取ってる。え、あるですか。もう早かった。ちょっと厳しかった。で、まあ、でもじゃあ今のなしにしようか。はい、じゃあ次、北川敦の面白3文字アマン。何すか。いや、待って、食いにアマン。今のは違うと思うな。いや、これをなかなか手強いぞ。すごいな。なあ、笑っちゃいましたね。そうやろ、はい、そうやろ。次いっぱいだ。北川敦の面白3文字ダンプ。うわ、今のはあんまりやった。あんまりあれ、今のが一番俺落ちててんけどな。本当ですか。うん、あれちょっとこれは、あ、そうですか、そうですか、ちょっと考えさせてくださいOK、 いきます。北川敦の面白3文字テスラ。あ、強いですね。ちょっと俺のやつじゃあかんかもしれない。なんか。おっと。おっと。カジマちゃんの力借りたいな。いきますか。うん。あ、なんで。ちょっと待って。はい、いきます。はい、カジマかりの面白3文字。マルコ。あかんわ。あかんわ。マルコ俺結構好きやったな。いいですよね。なかなかいい、持ってるね。はい、ということでですね。残念ながら面白3文字は木村ちゃんを笑わすことはできませんでした。ね。強い。木村ちゃんも強い。これちょっとまたリベンジ企画ということで、まず次回も少しですね。はい、今日の動画がいいなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
では皆さん、またお会いしましょう。さようなら。